んた、えー、さん、えー、アンケートご協力ありがとうございます。はい。まあ、これを、うーん、うんって感じですね。<laughs> まあ、でもこれをしっかりうん思ってるんだったらいいんじゃないですかね。うん要は資ううん、資産になるっていうことを分かってる。資産になるってことをね。で、あるならばやれると思いますし。 やっぱりまあ多くの人、まあ、僕ももう何万人対応してますけどやっぱり目先のお金欲しいんですよ。よ当たり前でですすね。目先のお金欲しいんですけども、目先のお金が欲しいだけが100%だと続けられないのでやっぱり資産を作るっていう概念がどっかにもう絶対なるんだとこれは資産になるんだっていうなんか不屈のぶれない,不屈のぶれない俺は資産を作ってるんだ。 っってていいいうとととこころを持ってないと続けることが難しだから不動産を例えば1000万か500万か何千万か何億かで買う買って資産を作るえー、利回りでなんだえー、家賃収入得るまあ分かりやすいじゃないですかでも金ないと無理なんですよ、まあ、銀行が借り入れてなんちゃらっていうのも方法ありますけれども YouTube の場合 <laughs> ただでいくらでも資産作れるわけですよ だから僕は本数めっちゃこなしてますただなんでであとはあの昔僕はあの従業員に給料払ってたんですけどいつも思ってたのが金払いながらうんんで文句言われないといけないのみたいな <laughs> YouTube の場合何も文句言わないしただだし雇うのただだし24時間働いてくれるんですよ 24時間稼働で文句言わず、しかもお金も、お金を払うんじゃなくて、お金を払、恵んでくれるっていうね。だから僕も YouTube は100万本撮ったらと思うんですけど、100万人の従業員をタダで雇うっていう。だからもう考え方はちょっと違いますよね。100万人の従業員をタダで雇うっていうね。<laughs> 自分の分身ですよね。だそう考えると、めちゃくちゃコスパいいですよね。 だ100万人を、た、た、例えば20万円払ったとするならば100万人で20、二十万人、2万円で100万人ってさ、いまあ、相当ぶっ飛んだ企業ですよね。まあ大体上場してる会社さんでも1000人規模とか2000人規模とか雇ってるとかあると思うんですけど、20万を1000人に払うだけで固定費いくらやねんって話じゃないですか。毎月出てく金、ね。でもそれを1000本取っても0円でしょ <laughs> そう考えると、 僕はもうやらないという手はないのかなと思うんですけどそういう思考でそういう視点で YouTube やる人少ないですから,だからこの資産になると思うっていうのはすごくいいと思いますはい是非やっていただきたいなと思います、はい、ということでプレゼントのお配りしますんで参考にしてみてくださいありがとうございました